YouTube をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。藤井元気です。今年も元気にやっていこうと思います。今年はですね、また今までにやっていないような新しい情報サービスも始めようと思っておりますので、また活動の幅をいろいろ広げていきたいと思っています。映像の質もですね、だいぶいいものを提供できるんじゃないかなというふうに思いますので、ご期待ください。 私が専門にしています国際情勢、特に国際経済の部分ではですね、まあ今年もまた非常に変動の激しい年になりそうですね。これに関しては、まあ折々にですね、ポイントになるようなお話を皆さんのもとにお届けしていきたいというふうに思います。とにかく新しい時代ですから、我々が思ってもみないようなことがまたどんどん起きてくる年になるんじゃないかと思います。 去年振り返ってみても2022年ですねやはりプーチンロシアのウクライナ侵略なんていうことはこれは本当に予測するの難しかったですねまあ私は21年の末の2022年の重大予測という中にですねひょっとするとプーチンやっちゃうかもしれないよというようなことは言っておきましたですけれどもまさかあれほど大規模にですねプーチンが 相手の国の人にまで攻め入ろうなんてことをやるとは、そこまではちょっと予測できなかったですよね、正直言ってね。うん。まあ、ウクライナの東部ぐらいをですね、かすめ取りに来るのかなと思っていたんですが、まあ、あの時点でもしゼレンスキーさんが逃げてれば、ウクライナ全体がですね、もう国がなくなっていたかもしれません。まあ、こういったようなサプライズのことがですね、もう全く我々予測できないようなことも起きるというのが国際情勢。 ですねまあ、そこら辺にも目配りしながらです、ねまあ、お互いにこの日本国が平和で安全で繁栄していくように、まあ、その思いを共有しながらです、ね、より良い情報を皆さんのもとにお届けしていきたいと思っております今年もどうぞよろししくお願い申し上げます。